った後は、もしくだけでなく、各地の商業施設などを家族で訪れる人が増え、多くの人が予想されることから、こうした場所を中心に、各国でテロへの警戒が続いています。東日本大震災に対した、まだある。北川市の農業用ダムで受け取っているのが見つかった。